はい、こんにちは、ビッグボーイです。では今回はバトルフィールド4久しぶりにやっていこう。ちょっと無料 DLC のマップだとか追加配信されていたけど、他の FPS に夢中で全然バトルフィールド4やってなかった。でこれはレガシーオペレーションズで追加されたバトルフィールド2のリメイクマップ、ドラゴンバレー2015だっけな、これやっていこう。ただ僕がバトルフィールド始めたのはバトルフィールド3からなので、2のマップはよくわからないけど、武器は最近エースばっかり使っていたから、いや最近全然やってなかったけど、エースばっかり使ってたから M416 使っていこう。ヘリ乗せてもらおう。このマップはなんだろうな、縦長形状で拠点が多いので戦闘も大事だけど拠点の取り合いも大事かなとって感じかな。特に中心地点の H と G が最も白熱する拠点なので、アルファで降りとこう。と安全に取れる拠点から取ってかな、分隊長か。アルファを味方が壁ドン。とりあえずアルファ入って、味方が入ってこれない。ここ取ったらバギーかなんかバッカボートあるから、ボートでじゃあ早速拠点 H が取られてる。H 命令、ボートモーターボード H に入って、まあね、階段がねあって上に敵いるな。よっ、ダメか、敵気づいてない、まだ敵がいない。入ろう、そこから東の方で敵。 OK、 入れる範囲がちょっと狭いからね、ここ場所の割に。ささっと H を取っちゃって、じゃあゴルフ行こう。バトルフィールド2って言ったらいつ頃のゲームだ、2005年か4年ぐらいなのかな。3が確か2009年で、ここがバトルフィールド2の一つのマップ。舞台はなんだろう、これも中国かな。さっきは紅葉してる。おっと危ない、味方の死体が、あれそこが、はい、ん、あれ助けられない。ゴルフ行こう。拠点をスピーディーに取っていかないとね、ほんとね、相手もすぐ拠点取っていっちゃうから。はい、さあどこ行こうか。ん、誰か撃たれてる。逃げてる。ああ、やられた。このゴルフ拠点を境にして敵方面がちょっと狭いからね、行ける範囲が。どうしようかな、バギー、アルファのバギー乗って、あ、なんでしょう、乗る、降りるか、降りよう。これチャーリー行けたっけな、バギーでチャーリー行っちゃおうか。777、ああ、今拠点数同じか。ああ、戦車がいる、敵の戦車がいる、敵の戦車がいる、早く早く早く。お、味方、味方、あれは、わっ、肉片になった味方が、素晴らしい、素晴らしい。チャーリーに、レッツラゴー。敵の車両、あ、敵の車両すげえいる。お、おお、おお、だあ、なんちゃ。すげえいた、ここブラボー入ってる。
死んでばっかだな。敵倒さないと。北の方向。ゴルフ入ろう。この目標を守るぞ。あ、乗り物いるのね。乗り物は誰か味方やってくれるかな。LAV か。地雷もあるけど壊れるか。うん、どうしようかな。チャリ味方取ってる。乗り物まだいる。どこへ行こう。敵拠点方面の旗を上げに行こうかな。味方が近くにいる。敵いるな。敵どこにいる。敵やった。チャーリーは制圧した。敵が見えた。報告、敵の対戦車兵を発見した。 OK、 もう一人いる。敵の兵士を発見した。生き返らせよう。はい、来て。ファーストエイドはこっちだ。 F 行こう。敵がチャーリーを制圧した。後ろに敵いる。おお、違う。まずいまずい。ここだ。よし、2人やった。味方をバジュン。ファーストエイドだ。持ってけよ。ありがとう、ドクター。さあ F 行こうか。分隊枠かな。ダメだった。エルサット。厳しいな。だけど中心 HG が取れてる。でブラボーとチャーリーも取れてる。チャーリーにちょっと敵いる。 G の防衛しようか。スモークめっちゃ叩いてる。間に合った。うん、この辺できなかったか。この下が船着き場？船着き場と言っていいだろうか。プチ船着き場がある。 F 行こうかな。乗っ、うん、撃たれてる。ちょっと行っちゃおう。あー、車両がいる。これまずいかな。車両1台引いてきてる。あー、まずい。すげー撃たれてる。あー、ヘリか。これは厳しい。 FE あたりはちょっと無理かな。中心拠点付近を、こっち行こう。交戦中いける。ただやられたな。あっ、ダメだ。もう一回ここ開いて、側面から出てくるでしょこれ。嘘。ショットガン一発か。キル確定アシスト。あ、間違った。拠点は来ちゃった。輸送ヘリある。輸送ヘリ使っちゃおう。あ、さっきも僅差で勝ったから。ヘリ乗りのどこ行こうかな。チャーリー、あ、ブラボー点滅。いや、チャーリー行こう。で、あそこを走ってる敵を、よいしょっと。チャーリー行こう。
フレア。アップデートでね、フレアとかジャマーの再装填の時間がすげえ短くなったから、これは乗り物よく乗る人には嬉しい。ランチャー撃ってきてるから降りよう。こっちの方からランチを撃たれたような。足音したな。よし。大丈夫か？医療キットだ。あ、ヘリがまだ生きてる。チャリゲット。ちょっと負けてるな。あ、爆発した。嫌な乗り物が見えた。まずい。それは無理だ。建物に隠れよう。ちら。どこ行った？味方が何人か湧いてきてるな。ん？ん？スナイパー逃げる。どっから撃ってきたの？え、山の方から撃ってきた。え、どっから撃ってきたの？全然わかんない。なんか拠点をそこそこ取ってきてる。 H 取れてないのか。 H 行こう。あれ、敵の戦車か。あー、 LAV か。 LAV ならこっち行こう。正面から階段登るか。階段側面に敵すげえいたけど、まだいるか。デルタも取ってる。すげえ足音する。いた。ヘッドやって、でここ登ろう。ここ登って、このドラゴンバレーのマップのこの拠点はこの登ってここ旗かめるから、ここにいよう。寺、あ、ビーコンワールドね。ビーコンがある。奥に敵いるな。ギリギリ肌に入ってるって位置か。拠点すげえ取ってる。あとゴルフだけじゃないの。あ、止まった。いた。おお、ランチャーで上にいた。もう一回湧いて、ランチを取ってきた。あれ、別のとこからも上の、これ、あ、反対側のとこからも上行けるか。登って H は取らせたくない。取らせたくないが、これできる。味方を帰らせて。これ上いる、まだ。あ、入ったね。いない。ゴルフ行こう。攻撃しろ、目標だ。また拠点が余裕になった。点差が30ぐらい縮まった。20ぐらい。敵の対戦車兵を確認。南の方向だ。推定ではきっとドラゴンバレーでコンクエストを始めてしまうと多分30分以上かかるんじゃないかな。倒せなかった。岩が多いからね、岩に隠れつつ。スナイパーがいた。ひどいエイム。押して、あ、またスナイパーいたな。
エイムがひどい。リロード。よし。もう一人やって。上行くか。味方やった。素晴らしい。まだいる。もう一人来てるな。やって、味方を生き返らせて、味方、別の味方が生き返らせた。ゴルフオッケー。ああ、いい調子。もう一人いた。早い早い早い。生き返らせて、この人も生き返らせて、どんどん蘇生、あれ。敵がいた。危ない。はい。おお、ヘリが来てる。ああ、やられた。ショットガン。このショットガン強いんじゃないか。あんまりショットガンってどの FPS でも使わないけど。味方が分隊命令を無視してる。ビーコンがあったからエコを攻撃しよう。ここはダムか。ん？ダムかな？止まった。アップない。浄水浄味方が湧いてきた。有能な味方たちは軍隊命令を無視してどんどん裏を取りに行ってた。戦車来てる。エコ取って付近 F 行くか。ちょっとここ行ってみよう。ここ入っても死なないか。おお、これダムだね。ちょっとこのまま F 行っちゃおう。よいしょ。おお、前何も見えない。 F、味方まだ生きてる。ああ、勝ってる。勝ってるけど、この拠点数だとすぐに逆転されちゃうから、注意。F、誰か来ないかな。ファーストエイドだぞ。味方みんな E にいる。ああ、なんか来てるな。自走砲？バイパーも来てる。バイパーも来てるが、セーフ。で、戦車来てる。あれ来てるけど、入ってこない。来てるけど、入ってこない。あれ、スルーしていく。歩兵が来た？敵の兵士を発見した。あの歩兵やっちゃおう。そこにいた。いい、後ろにもいた。じゃあこの分隊をどんどん敵の拠点付近の拠点を取っていこう。この人脇して F。 分隊員との連携。おお、なんてすげえいる。4人もいた。分隊員これは厳しいぞ。だけどビーコンがまだ破壊されてない。エコ行っちゃおう。分隊員エコ行こう。ダメだ、これはダメだ。あららららか。これはグレネード。わあ、厳しいよ。これはグレネード飛んできてる。これ後ろから来そう。あ、崩れる。危ない。逃げる。ああ、ダメだ。
ビゴン壊された。わざわざこんな激戦区に行く必要もないかもしれないけど、壊されてない。行くぞ。はいよ。やって敵の後ろを描いていこう。こっちの建物隙をついて入る。なんかブンブン飛んでるな。あれか、あれは車両じゃない。止まった。味方来た。あ、左から足音。カモン。何ですと。ナイス。ファーストエイドだぞ。一人敵見えだな。味方やられた。おお、二人いた。ナイス。分隊キラー確定アシスト。ボーナス。味方強い。この分隊は強いよ。エコゲット。さてこれ、これを落とそう。ずっと浮遊してる。さあ F 行こうか。今 F 行っちゃう。あ、来てくれる。なんか武器をしてる。ランチャー、ランチャー拾っとこう。これ対空ランチャーか。地上兵器にも使えるかな。変えた。降りた。降りちゃった。あれあれ撃ちたいけど、あれ撃ちたいけど撃たない。あ、来る。破壊しちゃう。あれ、おい、ファーストエイドだ。あれあれ当たるか。あれ倒した。F 入ろう。さっきこう5人ぐらい。あ、まだいる。危ない。ディーグルが当たんない。リロードして。ファーストエイドはこっちだ。でも入ってしまえ。あ、分隊のアビリティが動いてる。ない。あ、後ろにもいる。長いある。これ湧いて。あ、バギーの音。あー、エイムがリロード。よし、まだいる？登れない。あ、後ろにいる。あ、戦車か。戦車なのか。危ない。戦車といえばなんかこの辺になかったかな。大砲みたいの。あ、大砲そっちか。大砲もあっち向けるかな。この大砲。こっち。ちょっと遠いな。ここ、あー、ダメだ。これスロー持ってきた。ジャブリンの方が良かったかな。 F 点滅してる。倒して、あ、当たってる。あ、すぐそこにいるのか。ショットガン。あー、全滅しちゃうかな。あ、全滅するかと思いきや、一人だけ H の近くに一人いた。
バイパー、バイパー使おう。敵のチケットは残り100ぐらい。僕レーダー付きか。さてどうしようか。敵一人ね、あまり攻めすぎてもあれだから。敵のバイパーいる。うん、敵のバイパーどこにいる。 あれか。お、耐えてる耐えてる。あ、二人乗りか。おい、ミサイル一発だけ撃ってきてる。よし、落とした。二人乗り落とした。下に戦車がいるから、ちょっと真下すぎるな。38リロードして、いや動作。一人倒した。弾がない。回避。もう一人倒した。あ、戦闘機いる。20秒ぐらい確かジャマーの装填かかってたはずだけど、今もう十数秒ぐらいで戻る。ただ地上兵器はまだある。いや、戦闘機がずっとついてきてる。味方の戦闘機が何とかしてくれる。ビーコンあったな、チャリじゃなくてね。なんかビーコンがあったような。味方が湧いた。チャリじゃなくてね。ん？戦車か。あ、スモーク耐えてる。味方も歩兵を倒しつつ旋回して、手砲出ないでくれ。壊れた。さあ、あと25チケット。ん、何ロックされてる。あ、バイパーいるのか。敵の回避。あのバイパー落としたいけど、残りチケット11 6 3。ヘリが落ちてる。よし、勝った。それでドラゴンバレー2015バトルフィールド2のリメイクマップ、コンクエスト30分近くかかった。こんな感じのマップで、これの1個前に配信された、なんだっけな、CTE のマップ、オペレーションアウトブレイクとかまだやってないので、あっちの方動画でやろうかな。今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。